ノースアメリカのカップルが続きます。今度はカナダです。ラッシャ・ビルトゥ、スコット・モエです。14歳と16歳です。このカップルも可愛らしいですね。そうですね、本当に素敵な可愛いらしいカップルですよね、このカップルはカナダのジュニアの国内チャンピオンです。から入っています。可愛らしい構成ですよね、はい、2人ともすごく音楽表現がいいんじゃないかなと思いますね、体全部で表現してる感じします。これ要素のリフトの一つですね。テーゼルも素敵です。上手ですね。ここからはロックンロールです。顔の表情も随分と、ね、変わって、そうですね、はい、可愛いですね。彼なんかよく歌ってやってるような感じですね。そうですね、はい、これはミッドラインステップシーケンスですね。細かく踏んでて難しいターンはないんですが、かなり音楽に合っていいと思いますね。別のリフトでしたね。まずはちょっとつまずいてしまいました ね。カナダの14歳と16歳テッサ・ビルトゥ、スコット・モエでした。でも若いカップルでの愛らしい感じですよね、はい、ここも可愛いですね。あの彼がすごくこう顔つきとかが、その音楽に合わせて変わって変えてますよ ね、素晴らしい能力を持ってるんじゃないでしょうかね、彼女の方もとても愛らしいですしね、良かったですね、はい、あのプログラム自体はさほどまだ難しいフットワークとかそういうものは入れてないですね。割と基本に忠実という、無理してさせてない感じはしますね、でもあの音楽表現はとっても素晴らしいものがあるかなと思います。将来がきっとすごく楽しみなカップルでしょうね。カナダの国内では昨年はジュニアで7位だったんですが、今年チャンピオンになりました。あ、そうですか、同じように伸びていくといいですよね。この彼女の方が背が高くなっちゃわないといいんですけどね、途中でね、はい、そうですね、今なんとなくあんまり背が変わらないじゃないですか、ね、そうですね、どう成長していきますかね。まあ、あのジュニアの大会を見るとそういうところも一つ楽しみではありますね。そうですね、コーチですね。はい、そうですね。この男性のシャツの色と女性のこのペチコートの色が ね、合わせてあって綺麗ですよね。そうですね、
さあ得点が出るようです。いや出ませんね。場内では発表されています。画面で出るかどうかですね。はい出ました。はい、第一採点が 4.0 から 4.9 までです。はい、そしてプレゼンテーション 4.2 から 5.0、 5点台も出てますね。そうですね、彼らにしたらとっても良い出来だったと思いますよ。そうですね、はい、初めての世界ジュニアで5点台も出ました。